新クッキー、強化クッキーの中で、個人的に一番注目してるクッキー、それがこのオレンジ味クッキーさん。割ってかしながら使っていこうと思います。どうもアイルなんだぜ。まずこの編成を見ていただきたい。しかし、見てもよくわからない。なので編成の解説をしていきます。テンポいいわね。自己解決挟むのはテンポ悪いんだぜ。ナイスチンポ。今チンポって。テンポって言ったよ。チンポって聞こえた人は変態。それでこの編成だけど、クッキー能力を活かしていく編成だよ。そんな編成の中心となっているオレンジ味の能力だけど、定期的にボールをスパイクして短い間高速ダッシュする感じ。見たまんまなのね。単純な爽快感。ちなみにスコアはスパイク時に発生するゼリーから得られるんだぜ。そしてペットは一定距離ごとにスコア生成と高速ダッシュ生成。ペットが生成する高速ダッシュは普通の高速ダッシュアイテムだけど、クッキーの高速ダッシュと合わせて距離を稼ぎやすいね。そしてクッキーペットの高速ダッシュと相性がいい宝物のエナドリ、オレンジ味とコンビ宝物になってるからスコアが増えていて、さらにクッキーの中で一番エナドリを発動させやすいのがオレンジなんじゃないかな。エナドリは条件が厳しい分スコア生成が多いタイプの宝物で、オレンジ編成には必須なんだぜ。そんなわけで宝物枠は、エンジンとロールケーキとエナドリっていう、必須宝物3つで埋まっちゃった。コンパスを入れたかった。でもコンパスは PS でカバーできるからな。できるとは言っていない。ちなみにオレンジのロマンを突き詰めた編成もあるけど、そっちはまた別の動画で出そうかなって。それでこの編成はランキングにあったのを真似してるんだけど、確かそっちだとバトンゴがライムじゃなかった気がする。自分でライムに変えた気がするんだよね。っていうのもライムがバトンゴいい感じだったんだよね。この編成のバトンゴは回復が大ポーション1個しかないけど、ライムとユスラウメはそういう状況で噛み合う感じの子だったから、ユスラウメは能力中高速ダッシュ恐怖しないし。でも普通の高速ダッシュなら、能力中に発動しなかった分を能力後に発動してくれるんだけどね。まあその辺はどうでもいいね。どうでもいいけどどうでもよくない。そんなことだらけ。ちなみにこのオレンジは7億出るみたいだけど、今回は出せなかったよ。やっぱりコンパスないから未熟魔を自力で取らないといけないんだけど、そこが難しいよね。1個50万点として20個取り逃したら1000万の損失だからね。計算合ってる。計算に自信ないや。昔から計算したら何度も確認してるけど、これは強迫性障害によるものなのか、極度の不安症なのか。どうでもいいと思ったら気にならなくなったけどね。コツは実的に破滅願望を持つこと。そんで走ってて気づいたオレンジの強みっていうのがあって、足場乗れなかったりした時に能力発動したら、そのままダメージ受けずに持ちこたえられるんだよね。ある程度能力貯めてるとそれで難所を乗り越えられるし、能力使うと無敵タイム入るから、苦手なところをそれで切り抜けたりね。手動発動で、ペットの高速ダッシュと被らないように能力発動したりする必要あるけど、融通が利くって点で扱いやすいよね。まあ今はイベントのためにユスラウメ育てて、2部のためにクリスタル貯めとくべきなんだけど、それで最近顎が痛くなって、前は変な音する程度だったのに、音がなくなって痛みだけになったんだよね。だから口開けなくて、白ご飯とか少しずつ口に運んでるよ。でもご飯を少しずつ食べるのもまた何かになりきってるようで楽しいんだよね。そう考えると自分は適応能力ある気がするけど、どうなんだろ。一人っ子は妄想が上手らしいよね。自分は兄弟いても一人で遊んでたから、よくビー玉転がしたりしてたよ。ポケモンの小さいフィギュアとかで、ポケモン戦争やってたね。一貫した設定っていうのがあって、確かサンドパンが第三勢力のオサで、アルテウスが敵のオサか神だったりして、自分のオサはレントラーだったかな。アルテウスだけフィギュアのシリーズが違うって、一人だけ分解できる仕様で巨大なんだよね。だからパーツ集めて復活させようとする敵と、それを阻止する連合軍とか、いろいろやってた。子供の遊びってどれも将来に繋がってる気がするよね。音楽とか絵はそのまま上手さに繋がるし、妄想一人遊びもなんか見に行くんじゃない。外で鬼ごっこするのもいろいろ考えながらしてるだろうし。鬼ごっこまたやりたいよね。子供の遊びって楽しいの多いのに、大人になったってだけでやらなくなるのほんと嫌な風潮だよ。しょうもない遊びを遊ぶ暇がないのは、それは別にかっこいいことじゃないと思うよね。そういう意識高い系の人は子供とも遊ばない親になるのかっていう。というわけでいつか鬼ごっこしたいです。ご視聴ありがとうなす。おつぶたーのし。